ダルビッシュ登板中なのに ESPN 実況席は大谷翔平を絶賛どうやって打てというんですかご視聴ありがとうございます早速今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます WC シリーズ第1戦の試合中に大谷の話題に我々はもう一人突然変化した投手を見ました米大リーグパドレスのダルビッシュ有投手が7日日本時間8日 メッツとのワイルドカード WC シリーズ第1戦に先発7回6安打1失点の好投で勝利投手となりチームは地区シリーズ進出に王手をかけた一方試合を中継した米スポーツ専門局 ESPN の実況席ではダルビッシュの登板中にもかかわらずエンゼルス大谷翔平投手の話題に二刀流の今季の進化を褒めちぎったダルビッシュの登板中 ESPN 実況席はダルビッシュが他の投手を見てこのカーブを投げたいと決めるとあらゆる情報を集め1週間ほどで真似できてしまうという MLB 公式サイトで紹介されたエピソードを紹介そんな変幻自在ぶりから我々はもう一人突然変化した投手を見ましたねと大谷の話題を持ち出した昌平大谷は突然シンカースライダータイプの選手になりました 最後の10試合くらいです。金と言及。確かに大谷は7月以降、スライダーとツーシームを有効に使い、従来の工程を活かしたフォーシーム、スプリットの組み立てから左右の幅を使ったピッチングスタイルに変貌した。昌平大谷がどこからともなく、いきなり99マイルのシンカーとツーシームを投げ始め、加えてよく曲がるスライダーも投じてきたら、もうギブアップだ。 どうやって打てと言うんですかと ESPN 実況席でも驚きの声。ダルビッシュの登板中にもかかわらず MVP 候補の二刀流が持ち上げられていた出展ザアンサー編集部 MLB166 キロ合速球がそんな曲がったら打てねえわ。ど真ん中でも打者は頷くのみマリナーズのムニュスが投じた衝撃の一球が早すぎて 後期いたようだマリナーズのアンドレス・ムニョス投手が放ったど真ん中ボールに驚嘆の声が相次いでいる7日日本時間8日に行われたブルージェイズとのワイルドカード第1戦相手の主砲ブラディミール・ゲレーロ JR 内野手も手が出ずにうなずくしかなかった衝撃の166キロにファンは「そんな曲がったら打てねえわ単純にずるい」と目を見張った驚きの1球が飛び出したのは 8回103マイル約165.8キロの超スピードボールは内角に切り込むように変化してど真ん中へただゲレーロ JR はバットを出すことさえせずに見逃し唸るように何度もうんうん 昨期にエンゼルス、大谷、翔平投手らとの本塁打争いを制した手法もお手上げのようだった。ピッチング忍者の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏も驚きを持って紹介。1回2月3日を無失点で試合を締めたムニョスの号泣にファンからは早すぎて後期いたようだ。ゲレーロ、JR のうなずきから速球の威力がわかる。こんなの打てないよなどとコメントが寄せられていた出典。 フルカウント編集部、ロッテ新監督に吉井氏、上昇軍団形成へ。福浦コーチがヘッド兼打撃コーチに、ロッテは7日、来季監督に吉井正人、ピッチングコーディネーター57が就任すると発表した。井口忠仁監督47のシーズン最終戦辞任表明の後、内外問わず人選を進め、2025年プロジェクト上昇軍団形成最適の逸材と判断された。 また、森脇康二ヘッド兼内野守備走塁コーチ、62の対談を発表。後任に福浦和也一軍打撃コーチ、47のヘッド兼打撃コーチ就任が決まった。球団は、井口政権時代から掲げている目標理念、上昇軍団プロジェクトを継承できる人材として、今季一、二軍の投手を統括するピッチングコーディネーターを務めていた吉井氏に来期監督を託すことを決めた。就任要請を受け、 受諾した吉井氏は、ただ、ただ、驚いています。これからは、全体のマネジメントを任される立場になるということで、身が引き締まる思いですと、責任を痛感。早速、来年に目を向け、選手のパフォーマンス向上と、人間力の向上の二つを挙げること。そして、最終的には勝つこと。 10月に大舞台に立てることを目指していきますと日本シリーズ出場を掲げた選手育成と投手起用の手腕に定評がある日本ハムコーチ時代には大谷翔平エンゼルスをロッテでは19年から1軍投手コーチを務め佐々木朗を育てた河合オーナー代行兼社長は2025年に上昇軍団になる目標に向かって共通の認識で戦っていただける方 上昇軍団を作ってくれる監督だと期待していますと強く願った今季最終戦の井口監督電撃辞任から5日。その間、森脇ヘッド兼内野守備総類コーチら首脳陣7人が退任しコーチが刷新される中、新ヘッドコーチには福浦一軍打撃コーチが打撃コーチ兼任で就任。今季5位の悔しさをバネに新たな顔ぶれで再スタートを切る吉井。 マサト、吉井マサト、1965年4月20日生まれ、57歳。現役時代は、右投げ右打ちの投手。三ノ島から83年度、ドラフト2位で近鉄入団。95年にヤクルト移籍。98年に FA でメッツ移籍後、ロッキーズ、エクスポズに在籍。3年にオリックスで日本9回復帰。7年、ロッテで現役引退。 日本ハムソフトバンクで投手コーチを経て19年からロッテ投手コーチ22年から同ピッチングコーディネーター最優秀球宴88年日本通算成績は385試合89勝82敗62セーブ防御率3.86メジャー通算成績は32勝47敗防御率4.62福浦和也 福浦和也、1975年12月14日生まれ、46歳。千葉県出身。現役時代は、左投げ、左打ちの内野手。奈良市野から93年度ドラフト7位で、ロッテに投手として入団。プロ1年目途中に野手転校。18年から兼任コーチ。19年の現役引退後は、一軍打撃コーチなどを歴任。 現役通算2235試合で打率284118本塁打935打点2000安打首位打者1回1年ベストナイン1回10年ゴールデングラブ賞3回3.5.7年ご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたしますよろしくお願いいた